はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。先ほど、ホッピーを飲んだ後で、もうだいぶ酔っ払ってるんですけど。こちら、今回ローヤルサワーと、ハイサワーのパクリということで、ね、前回、飲むよということで言ってましたけど、これですね。ローヤルサワー。こっちの方が安いですね。確か200円。うん。70円ぐらい普通のあのハイサワーよか安い。爽やかな酔い心地。ぎゅっと絞った美味しいレモン。果汁 10%。多分こっちの方が、安いということは、つまり、まあ、大して、美味しくないんではないかと思われるんですが。まあ一応ね。酔い心地爽やかなチューハイの作り方。グラスにホワイトリカー、焼酎、25度を3分の1入れて、またはボッカ、またはジンを、いずれかを入れて、冷やしたローヤルサワーを注いでください。好みにより、氷およびレモンスライスをお入れくださいと。こちら、製造者が、木村飲料株式会社ですね。まあ、氷を入れたグラスに、これ3分の1入れるか。3分の1だか。3分の1金宮さんを。入れまーす。まあ、こんなもんかな。ロイヤルサワー入れまーす。木村飲料って言うと、聞いたことない人は多分いるとは思うんですけど。多分、割と有名なんじゃないか。多分ね。これマドラーで混ぜた方がいい。多分これ結構いろんなの作ってる会社だと思うけど。ちょっとググってみまーす。ローヤルサワー乾杯。ローヤルサワーの元なんか、ローヤルサワーの素とか売ってますね。つまり、そのローヤルサワーの素を入れて、さらに、焼酎を入れて、さらに、炭酸水を入れるっていうことかな、これはね。それはちょっとおかしいやろ。元は、桃と青リンゴと、梅とレモンがありますね。それはないやろう。ローヤルサワー。カロリーゼロのやつもありますね。カロリーゼロのレモンとグレープフルーツ。で、通常の柚子。と、レモン。と、梅。と、グレープフルーツと、青リンゴ。と、ライム、うん。ちょっと青リンゴが気になりますね。結構、俺個人的に青リンゴの、関係ないですけど、青リンゴのね、かき氷大好きなんです。
かき氷の中で、祭りでほら食べる、最近ね、もう僕の地元ではもう祭りが、祭り、今日あたり祭りなんですけど。まあ、かき氷を食べるときは、絶対青りんご。もう確定でうまい。超うまい。ブルーハワイとかね、いちごとか、まあ一般的なその、青りんごってあんまり、どうなんだろうな。でも非常に美味しいです。青りんご。うん。ぜひね、食べてみたことない人、食べてみてください。かき氷の青りんご。めっちゃうめえから。あ、これ結構あれですね。ロイヤルサワー。思った以上に全然甘くない。一応砂糖入ってない。砂糖入ってないぞ、これ。うっそ、俺絶対甘いやつだと思ってた。砂糖入ってない代わりに水飴が入ってるね。なぜかブドウ酒も入ってる。あー、マジで。これ、あ、本当に。てか、カロリーは？カロリー書いてねえんだけど。カロリー書いてねえし。マジでか。カロリー書いてねえのはちょっとおかしいんじゃないか。それはちょっと。いや、それはちょっとおかしい。え、ちょっと待って。マジで書いてないんだけど。カロリーとか栄養ドリンク、栄養情報的なの。一切書いてないんだけど。大丈夫か、これ。一切栄養素、情報が書いてないんだけど。これ、あり。でもこの木村飲料って俺、あーでも結構出してるわ。なんかすっげーマイナーなの。静岡コーラとか、福招きソーダとか、元祖ビー玉ラムネ。静岡サイダー。これ何静岡コーラって緑色なんだけど。茶どころ静岡ならではの自コーラだって。緑茶とコーラの美味しい出会い。ああ、そういう系か。そういう系か。そういう系ね。ああ。わさびドロップスとか。静岡コーラドロップス。だって。ああ、変わり種系を売ってるみたいですね。なるほど。社長のためのブレンドコーヒー。すげえ名前だな。はい、今日のまたおつまみは、マイクポップコーンの九州醤油味です。これか。男のちょい悪競争だ。これうまいんだよ。あ、これのか。俺これすげえ大好きなんですよ。え、トニックウォーター出たの？マジで。これ競争だなんですよ。カクテス？トニックウォーターも出たっぽい。ただのソーダと、レモン味のソーダと、梅味のソーダもあるんだ。男のちょい悪強ソーダっていう。
炭酸水が強めのやつですね。強炭酸のやつ。当社通常炭酸水の炭酸ガスよりも 10% ほどガス圧を高く製造しました。へぇー。トニコーダナで出たんだ。はぁ、あ。これ美味しいですよ。うん。あ、これ美味しい。このマイクポップコーン。この強そうだからね。うん。いいですよ。うん。やっぱり。ただし、強そうだなんで、300ml 瓶なんですよね。うん。うん、これ美味しいですよ。うん、これのね、レモン味、飲んだことあるっていうか、だけど、うまい。うん、でも安定の、栄養素情報は全く載ってない。もはや、大丈夫かこれっていうレベル。ガチで乗ってねえな。カロリーとか。一切乗ってないんだけど。大丈夫かこれ。この会社大丈夫か。初めて見たんだけど。いや、初めてでもねえけど。せめてさ、ホームページにも載ってないのはちょっとありえないじゃないか。せめて、こっちに載ってないのはよくあるよ。まあ、よくあるっていうか、そんなにないけどな。いや、でもさ、ホームページにも載ってねえってのは、ちょっとどうかと思うぜ。うん、俺多分ホームページも載ってないパターンの初めて見たかもしんねえ。ガチで。ああ、このシリーズか。ああ。はいはいはい。見たことある。これ見たことあるわ。ちょっと言葉には言い表せないけど。でもね、このロイヤルサワーね、甘くないですね。全然。甘くないのが、いいのか悪いのかっていうのは、まあ、まあ微妙ですね、正直。甘くないことによって、もうはっきり言うと、ただの炭酸水とレモン、果汁で割って作っただけじゃねって。それだけ。だから相当これ、金かかってねえんじゃねえかっていう。なんか、なんかちょっと、うさんくさいですね。さすが200円。てかむしろこれだけで200円するっていうのもちょっとどうかと思うんですけど。だってさ、100円でさ、1リットルのさ、炭酸水売ってるじゃん。で、あれ1本買って、あと100円でレモンの 100% レモンの、いや、買えばそれで済むじゃん。ちょっと、これ怪しいですね。これで甘いんだったら、まあ、まあ、わからってもないけどな。まあ、ほとんどただのチューハイレベルになるけどさ。
でもそこはさ、ほら、ここに書いてある通り、ロイヤルサワーのほら、カロリーゼロっていうのがあるから、それだけ甘くないにして、こっちはもう、普通に甘いやつにした方が良かったんじゃない？ただ、個人的にちょっと青、リンゴ。これはちょっと飲んでみたい。リンゴ果汁の、自然な甘みが特徴の甘口サワーです。なるほどね。このマイクポップコーン美味しいです。基本的にあれですね。なんか、この会社は静岡の商品をメインにしてるみたいですね。うん。静岡みかん 100% とか。え？っていう。っていう。静岡ってみかん有名だったっけ？っていう。レベル。うん。何これ？みかん水。静岡では昔から長く親しまれているご当地飲料です。みかん風味の爽やかな味わいが特徴。ロングセラー商品です。だって。一応静岡特産の温州みかん。っていうのがあるらしいですね。静岡。お茶のイメージしかねえけどな。みかん水だって。どんな味するんだろう。ただのみかんかな。みかんの味がする。みかん水だって。だってみかんってわかない、わか、和歌山とかそういうところじゃない。ちょっとわかんないんだけど。結構あるみたいですね、みかん水。地元では有名らしいですね。どういう作りなんだ、これ。みかん水って。ただ水に、いわゆるイロハスのみかん味みたいなのがあります。イロハス有名になりましたね、あれね。今じゃ知らんやついないぐらい。みかん水。無果汁で何に、味もしない不思議ドリンクだって。飛び出しんち。大阪行った時、行ったわ。これなんて読むんだっけ？飛び出しんちじゃなくて、日出しんち。怪しいところ。ちょっと待って。みかん水、ウィキペディアがあった。みかん水じゃなくてみかん水だった。静岡県浜松市を中心に大正時代から昭和時代にかけて、飲まれてきた清涼飲料水。
浜松市のみならず、全国各地の駄菓子屋などで販売されていた。知らねえ。浜松といえば温泉で有名ですね。わずかな甘みと、これわずかって読むのか、これ。これなんて読むんだ。これごめん、なんて読むかわからない。かすかか、ほのかか。これほのかって読むんだ。ほのかな甘みと酸味を加えた、爽やかであっさり味の清涼飲料水。主な原材料は、砂糖、果糖、ぶどう糖、液糖、酸味料、香料、水。まあ、つまり砂糖と、みかんの香りがする水みたいなのか。製品名称にみかん名を用いるが、みかん味ではなく無果汁である。はぁ。思い切ったことすんね。特定メーカーのブランド商品ではなく一般名詞的に複数のメーカーから発売されているが、静岡県では沢井飲料過去廃業を中心に廃業したんかい。駄菓子屋などの一般商売店で販売されていた。なるほど。近年似たような清涼飲料水やコンビニエンスストアでみかん水という商品名で、LB から発売されている。ただし上記のものとは多少異なり、みかん味の上に果汁が入っており、容器は紙パックである。当時使用されていた瓶はラムネ瓶のような特有な瓶を用いられることはなく、ないの？三ツ矢サイダーなどの廃盤となった旧瓶を用いて生産しており、洗浄して再利用され使用状態にもよるが、割れるたび使用されたと言われる。割れるたび使用された。現在も、個々の飲料水メーカーなどで使用される瓶形状が異なるが、一部ではペットボトルも存在する。はぁ。もう結局のところよくわかんないんですけど。よくわかんないんですけど。なるほどね。まあ、つまり、銭湯ではよく販売されてたのがみかん水。まあ、みかんの香りがする。だがしかし味がしないのがみかん酢。あんまりあれだな。
あんまり飲みたいとは思わない。もうなんとなく味が想像できるでしょ。あ、香りはちょっとみかんだけど、まあ味は甘い。で、無果汁で、あ、はいはい、みたいな。ああ、そうだね。はいはいっていう感じ。すごいな。マニアがいるな。やっぱりこういうのって結構、マニアいるっぽいね。あ、なるほどね。まあ、つまりだ。もう、外側はウーロン茶なんだよ。瓶がね。もう瓶にはウーロン茶って書いてあるのに、なんか包装で、その、みかん水っていう書いた包装を、されたので売られてるみたい。つまり完全にその、終わった使い古しの瓶を使って作られたと。んで、あの、蓋っていうか王冠ですね。蓋にはちゃんとみかん水と書いてある。無果汁と。なるほどね。まあ、いかにこの、ね、瓶が再利用されてきたか。というのがわかる。エコロジーな、ドリンクと。いうことでしょうか。もうそのまま使ってるっていうのがまた、すごいですね。すごいな。こういうの集めてる人がいるわ。サイトで。すげえな。だってサイダーのさ、サイダーの瓶、サイダーって書いてある。瓶をそのまま使ってんだもん。すげえな。これはすごい。しかもちゃんと何々、そうね、名称まで書いてあり、なんちゃらサイダーって書いてあって、その後に、何々工業株式会社って書いてあって、ね？その瓶を丸々使ってるんだから。ある意味すごい。ものすごい。個人的にラムネとサイダーの違いが全然わかんないんだけど。どういうことなの？全然わかんない。ちょっと気になったんでググってみましょう。ラムネとサイダーの違いというの。ラムネとサイダーでググれば。ラムネとサイダーの違いは、もう味的には全く感じないか。サイダーというのは日本独自、有馬温泉が発祥とされている。
甘みと酸味で味付けされたノンアルコールの炭酸飲料。で、ラムネっていうのは、イギリスのレモネードが、ちょっと読めない。まあ、発祥ってことですね。戦前から飲まれる。水に砂糖やぶどう液と、を加え、香料にライムやレモンの香りをつけた甘い炭酸飲料って。はぁ、あ。なるほどね。結構勉強になる。サントリーのお客様センターの Q&A に、サイトに書いてあります。サイダーとラムネの違いは何ですか？サイダーはリンゴ酒のシードル。シードルをサイダーと読むんだね。英語表記で。サイダーは、1907年に登場した。砂糖と香料を加えただけの炭酸水。一方、ラムネは炭酸水に砂糖とレモン水を加えたレモネードが始まりで、名前もレモネードがなまったものと言われており、明治時代以前に登場しました。つまり、ラムネの方が古いんだね。長い年月を経つうちに、シードルはサイダー、レモネードはラムネに変化したと言われています。また、ラムネはビー玉で内側から栓をしていて、サイダーは王冠で外側から栓をしています。はぁ、あ。つまりそこだよね。はぁ、あ、なるほどね。ラムネっていうのは、まあ、やっぱ若干味が違うんだな。若干味が違うというよりも、むしろここにもう答えが書いてある。サイダーイコール砂糖と香料を加えただけの炭酸水。つまり超シンプルみたいな感じだ、ね。新しいくせに。ラムネは、炭酸水に砂糖を加えてレモン水を加えた。レモネードが始まり。手間加えてるくせに古いってことか。はぁ、あ。勉強になったわ。ちょっと待って。またまた。サントリーウーロン茶が新しくなったようですが、どう変わったんですか？濃くて美味しい健康食中茶ちゃう。濃くて美味しい健康食中茶。なるほどね。まあ、濃くなったと。本当サントリーのウーロン茶濃くなりましたよ。本当に。嘘じゃない、これは。まあ、これ、飲んだらびっくりしちゃう。あ、濃いと思って。今までサントリーのウーロン茶って薄いイメージしかなかったんです。あのね、全然薄かったんですよ。てか苦くなかった。全然苦味がなくて、濃くない、薄いんですよ。でもこれはね、苦いし、濃い。
これはよくやったと思うよ。ちょっと待った。35分もやってる。やべえ。なんか、恐ろしいことになってる。やべえな。うん。ちょっと勉強になったね。まあ、つまりは、うん。ラムネの方が、多分、美味しいんだなと。多分ね、少なくとも。俺の感覚では。うん。まあ、歴史があるのがラムネ。まあ、そういうことで、このロイヤルサワーに関しては、三つ星だな、これね。うん。うん、甘くないんで、甘くないし、味としてもちょっと、至って普通。普通のなんか、ソーダのレモン割りみたいな。なんで、まあ、ちょっと長くなりましたけどね。それではご視聴ありがとうございました。